オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の Daisuke です。お元気ですか？さて、7月ももう終わりですね。フランスはバカンス真っただ中。バカンスのこの時期、パリからは人がいなくなります。と言っても、全くいなくなるわけではありませんが、パリに住んでいる人は日頃の喧騒を忘れるために田舎や外国に旅立つので人の数が減るんですね。なんか、花の都パリに住んでいるというと、とってもおしゃれな感じがするので、不思議な感じがしますよね。でも、実際にそこで生活をしている人は、毎日観光地を巡るわけではありませんし、人が多いところから離れたいと思うのは自然ですよね。そんな僕は、もうすぐフランスに戻ります。今、ヨーロッパ各国の空港ではストライキや空港職員の不足でものすごい数のロストバゲージが発生して大変なことになっていますよね。僕もフランクフルトで乗り継ぎがあるのでロストバゲージに合わないか今からドキドキしています。ちなみにロストバゲージはフランス語でUn bagage perdu と言います。荷物が壊れた時はUn bagage endommagé。 荷物の遅延は Un bagage retardé。 預けた荷物が足りない Un bagage manquant と言います。使いたくはないですけど覚えておくといいかもしれないですよね。これから渡仏を計画している方やフランス在住で日本帰国の予定がある方は、ロストバゲージに合うことを考慮して荷造りをしなければいけないかもしれませんね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、今回はアンサンブルが推奨する学習方法についてご紹介いたします。フランス語学習を始められてまだ間もない、または始めたばかりという入門者の皆さんへの学習方法です。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう！フランスで生活をしていると、教科書では習わなかった表現に出くわしてびっくりすることがあります。第424回では、si tu veux、例えばさ、という表現をご紹介しました。まだその回を聞いていない、見ていないという人は、ぜひ確認してくださいね。さて、今日は、もっとと頻繁に耳にするのに教科書では出てこない表現をご紹介したいと思います。Voilà quoi. C'est nickel quoi. Ça suffit. Arrête quoi. Allez, viens quoi. フランスにいる人は一度は必ずというか、むしろ聞かない日はないんじゃないかというくらい、ありとあらゆるところで耳にするこの表現、怖。でも一体これ何なんでしょうか。今4つ短い例文を挙げてみましたが、そのまま直訳すると、ほら何、それは最高だ何、もう十分だやめなさい何、ほらおいでよ何。何ですかねこれ。後ろのコアがとにかく邪魔ですよね。実はこの文章の最後につくコア、ほとんど意味はありません。
この quoi があってもなくても意味はほぼ変わりません。あえてこの quoi を意識して訳すとすると、なんとかじゃん、何々でしょ、何々だってみたいな感じなので、 voilà quoi はほらね、c'est nickel quoiは最高じゃない、 ça suffit arrête quoi はもういいってやめなって、 allez viens quoi はほらおいでってという感じです。要は口癖です。口癖のことをフランス語ではレティックドランガージュと言います。レティックとは無意識のうちに反復してしまうこと、癖のことを言います。僕は留学当初、このコアをつけて喋っている人がすごくかっこよく見えて真似して使おうとしていたことがありますが、とてもよくしてくれていた大家さんからは、一度癖づいてしまうと今度は取るのが大変だから無理につけない方がいいよと言われました。ではもう少し長い文章でどんな風に使っているか確認してみましょう。 En fait, Daisuke bosse énormément pour le moment. Ben, du coup, il ne peut pas venir ce soir, quoi. En fait, Daisuke bosse énormément pour le moment. Ben, du coup, il ne peut pas venir ce soir, quoi.En fait, Daisuke bosse énormément pour le moment. Ben, du coup, il ne peut pas venir ce soir, quoi. ていうか、大輔最近めっちゃ仕事してんねん。だから今晩は来られへんねんって。こんな感じ。すでにお気づきかと思いますが、冒頭の短い例文を含めて、例文の日本語訳がかなり砕けた表現になっていますよね。この語尾につけるコアはとても砕けた表現ですから、先生やあまり親しくない人との会話では使わない方がいいと思います。急に取引先の人が、え、マジっすか？最高じゃんそれ。みたいに言ってきたらびっくりしますもんね。ちなみに、とても似た表現でウコアという砕けた表現もあります。実際の会話ではうがほとんど聞こえないので、先ほどのただのこわととても似ているのですが、こちらはそうなの？そうじゃないの？という意味合いがあり、そうなんだろ？と強調するときに使います。例えば Tu viens ou quoi？ というと来るの来ないのどっち？ではっきりしてよ、来るんだよねという感じの意味で使います。コアだけとは使い方が違いますので注意しましょう。さてレティックドランガージュですが、先ほどの例文の中に他にもフランス人がとってもよく使う口癖が入っていたのですが、気がつきましたか？ En fait、 実は、実際は、ばん、まあ、du coup、だから。en fait は、実はという意味ですが、特に実のところというような深い意味がなくても、日本語のっていうかのような感じで若者の間では非常によく使われています。du coup もだからという意味でめちゃくちゃ使われていますよね。ただしこちらも砕けた表現なので、通常は donc、 かしこまった場では par conséquent などきっちり使い分けましょう。 voilà voilà aujourd'hui on a bien appris quoi du coup ben quand vous parlez avec vos amis vous pouvez utiliser ces tics de langage ceci ditC'est un langage familier, du coup, faites attention quand même. Voilà quoi.
今日はしっかり勉強しましたね。なので友達と話すときにはこれらの口癖を使ってみてください。とは言っても砕けた表現なので気をつけてくださいね。以上です。わざとよく使われている口癖だらけで文章を作ってみましたよ。どれが口癖かわかりましたか？今回はレッスンではわざわざ習わないけれど、フランスで生活するととってもよく耳にする口癖を紹介しました。友達同士や親しい間柄での会話ではよく使いますし、よりこなれた感じがします。しかし先ほどから繰り返し言っていますが、砕けた言い方になることが多いですし、一度癖づいてしまうとなかなか取れなくなってしまうので、無理してつける必要はありません。つけていなくても十分意味は通じますし、つけていないからといって自然じゃないというわけでもありません。使う場面に注意して楽しいフランス語ライフを送ってくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントアラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。9月から平日通い放題、驚きの低価格、フランス語オンライングループレッスンがスタートします。8月31日までに事前生徒登録をしていただきますと、お得なサービスがあります。詳しくは、www.frenchgroup.com でご確認ください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、アンサンブルが推奨する学習方法についてご紹介いたします。フランス語学習を始めてまだ間もない、または始めたばかりという入門者の皆さんへの学習方法です。フランス語を初めて学習する場合は、フランス語のアルファベット、挨拶などの学習から始め、順序立てて文法事項を習得していくことが何よりも大切です。その1、アンサンブルオリジナルテキスト、文法テキストを順番に学習していきましょう。その2、レッスンは日本人講師と一緒に始めましょう。入門の場合、まずは日本語で文法の説明を受け、確実に理解することが大切です。フランス語に浸ることも大切ですが、効率よく文法を学習するには、最初のうちは日本人講師を選んでおくことをお勧めします。その3、最初のうちは覚えることがとても多いですよね。テキストやレッスンで出てきた表現は、毎回必ず復習しましょう。その4、学習した単語や文法表現を使って自分でフランス語の文章を作る練習をしましょう。できるだけフランス語を口にする時間を増やし、フランス語に慣れることが大切です。その後、アンサンブルの YouTube チャンネル、テレビフランス語などを活用して楽しく学習していきましょう。フランス語学習が苦にならないように、どのような学習スタイルが自分に合っているのか、講師と一緒に学習方法を見つけていきましょう。アンサンブルアンフランセは皆さんのフランス語学習を全力で応援しています。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は
毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランスお問い合わせ宛にお名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。